もう腰から下のエリアを体の回転で打つ感覚が身についてきたら、アプローチのような小さなスイングだけでなく、フルスイングのような大きいスイングでも同じように、体が回っているときにインパクトできるように目指して練習してみてください。で、その時に大体多いのが、やはり腰を先に回転させてしまいますので、回転させてしまった後にクラブを振っているという方が多いです。で、体をどうしても使って回転させたいので、体はすごく回すのですが、どうしても早く回してしまうと、体の回転というのは先にゴールに行ってしまいます。ですので、まだゴールにたどり着いてない腕を後から追いつかせるような形で振ってしまいます。ですので、その意識を消すために、まずトップを作った後に、先ほどこのビジネスゾーンの入り口のところまで腕を使い切ってあげる。最後に腕を使うのではなくて、ダウンスイングの初動の時に腕をビジネスゾーンのところに下ろしてあげて、そこから腰の回転を使って打つ練習を繰り返すドリルをしてみてください。皆さんの場合は回転で下ろして、インパクトゾーンは腕で振るという形になりますので、回転が発生する前に腕で下ろしてあげて、回転でインパクトを迎えるというような形をイメージして練習していただくと、腰からこのように回して、後から腕を振っているような形から、先に腕を誘導してフィニッシュまで回転で打てるスイングになりますので、そのような意識をイメージしながらフルスイングにつなげられるように練習していただいて、早く回してしまうというよりは、どちらかというと後ろを向いているうちに腕をしっかりと処理できるようなスイングを目指していただければ良いのではないかと思います。